はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、先週はですね、もうなんとかダーリントンホールのターンだけね、的中することができました。まあ、動画のね、注目場的にはですね、まあ、共同通信杯までちょっとね、ボロボロというか、いい感じでいかなかったので、まあ、それでちょっとビビりながらも、しかもこの共同通信杯も最後の最後までね、ダーリントンホールがもう、勝つか負けるかって、俺、際どいかなと思ったんですけど、かなり。うん。ほんと二つの意味でね、ヒヤヒヤして見てましたが、なんとかね、勝ち切ってくれたダーリントンホールにまずはね、感謝したいと思います。で、そうですね、フェブラリーステークスがやってまいりました。もうやってきちゃいましたね。ちょっとね、やっぱお客さんが多分競馬場に集まるじゃないですか。で、今コロナウイルスの問題があるので、その辺の対策をね、ちょっと JRA さんが、まあちょっとニュースとか見てないんですけど、練ってるのか練ってないのかちょっと不安だったりしますね。しかもね、サッカーも野球もね、そろそろ開幕、J リーグもね、プロ野球もしますから、ちょっと、まあ昨日もちょっとね、馬知りのメンバーと集まってミーティングをしたんですけど、いわゆる人がたくさん集まるね、その興行というか、そういうものがね、この先ちょっとどうなっていくのかなっていうね、心配がね、すごく日増しにね、増えてきている感じなんですけど、まあ皆さんも競馬場に行く場合は、ちゃんと一応マスクを、はい、して行っていただければいいんじゃないのかなと思います。で、まあそんなフェブラリーステークスなんですけども、個人的にね、ちょっと振り返ってみたんですけど、最近っていうか、まあ近年、的中したのが2013、16、17なんですけど、まあ13と2017ちょっとしょぼい、はい、単勝ちょこっとしかね、取れなかったんですよ。で、払い戻し的に良かったのが2016年だけだったんですよね。うん。なので、まあちょっとそれからだいぶ期間もね、空いてますし、確かその時、その時期って、別のチャンネルでね、競馬特番っぽいチャンネルの方で、確か予想したんじゃないかなって記憶があるんですよ。ちょっとまだ振り返って見てないんであれなんですけど、もしね、気になる方がいたら、競馬特番っぽいチャンネルで、2016年頃のね、フェブラリーステークスの予想があればね、見ていただければ、僕がすごく寒いことしてるので見ていただきたいんですけど、はい、まあそんな感じで、まあちょっとね、いい配当最近取ってないので、フェブラリーで。今年はね、ちょっと一発ね、大きい配当を狙ったろうやないかい、ということで、注目馬と買い目までね、バシッと公開していこうと思います。で、まぁ、ちょろっとね、注目馬の前に、フェブラリーステークスのこれまでの、まぁ、過去10年のデータとか、喋りませんって、出してる動画ではあるんですけど、ちょっとね、その辺も触れたいなと思ったのが、当該周半路の持ち時計が 51.9 秒以下の立等馬が、まあ、5勝してるっていうことでね、非常にいいんですよ、成績が。まあ、そもそも関西馬の方がね、成績では圧倒しているんですけど、まあ、今回該当するのがサンライズノーバであったり、モーザースコット、ベンジェンス、インティ、キングズガード、ブルドッグボス、タイムフライヤー、ケイティブレイブということで、まあ、人気上位の馬たちがね、該当しているっていうところがあります。はい。で、ミリオンダラーは現実的に、前走 R レベル候補しの、東海ステークス、ネギステークス、チャンピオンズカップの勝ち馬が圧倒的に強い成績を出しているということで、まあ、該当馬が年に1頭から3頭かなぐらいですね。はい。で、2010年以降必ず1頭以上馬圏内に来ているっていうことで、しかも6勝しているっていう感じなんですよね。で、しかも馬体重500キロ以上は5勝、っていうことで、まあ今年で言うとなんかモザースコットがバッチリね、該当してしまうので、うん、まあ人気もすると思いますが、モザースコットの勝利っていうところがもしかしたら一番確率的にはね、高くなるのかなとは思うのですが、さっきも言ったみたいにいい配当をちょっと狙っていきたいので、はい、それ以外の馬から3頭ほどピックアップしたいと思います。はい、まず1頭目で、一番、注目している、はい、もう単勝からしっかり買っていこうと思っているのがワンダーリーデルです。はい。で、昨年のフェブラリーステークス最低、人気でしたね、単勝ね。400倍とか、ついてました。そんな中9着だったんですけど、まあ、1400メートルがベストなのかなって言われてましたね、その時点では。はい。ただその後にアハルケテステークスと、まあ、武蔵野ステークスを、R レベル候補しでね、勝利してます、二つで。だから、東京ダートマイルっていうところの適性は十分にあるっていうところをその後に、見せた。はい、見せてきました。で、まあ、フェブラリーステークス出走馬の中でこのコースで、3回以上出走して2勝以上している馬の中では、勝率が1位なのが、まあ、この馬であるということで、まあ、ミリオンダラ馬券術あるレベル候補しっていうのは、まあ、ここにね、一応本を置いといたんですけど、まあ、僕が書いてる本もね、まあ、レースメンバーレベルですね。レースのレベルというより、レースのメンバーレベルっていうものを扱ってるんですが、
そうですね、まあ、その勝率1位ということもあって結果も残しているというところも考えると、まあ、昨年のように、ね、距離が問題でということには、ね、ならないかなと思います。でこのワンダーリードルなんですけど、昔からですね、当該周波の最速時計の持ち時計を更新したまたは同タイムの時に好走が多い馬なんですよね。不思議と、まあ、不思議とというか、まあ、そんだけ調子がいいんでしょうけど、それが、レースの結果に出ると。で8回該当して、3勝3着2回という結果を出しています。で今回に関しては自己ベスト大幅更新、反応で50秒ジャストということで、12.9、12.6 で 11.9、12.6 とかなり、ね、いい仕上がりになっていそうですし、映像で、ね、状況を見ましたが、なんか力強いっていうよりはなんか軽快に、ね、走っていい時を出したなっていう印象です。はい、でかなり、状態もいいと思いますし、勝負気配もね、やっぱ、まあ、年齢も年齢ですからね、ここにかけているものを非常に感じました。で、感覚を詰めて使った方がいい馬ではあるんですよね。なので、まあ、前走のネギステークスって あくまでもフェブラリーステークスに向けてのステップだったんじゃないかなっていう競馬をしてましたし、まあ、今回ね、そこを使って、まあ、ちゃんと詰めてきている、しかもこういう調教ということで、ちょっと一発にね非常に期待したい馬です。はい、で、販路の記録を更新すると走る馬というキャラ、まあ、僕の中ではなんですが、7歳にして、まあ、突然この 50.0 秒、まあ、大幅更新ですね。だってことはおそらく、まあ、ラスト更新になると思います。まあ、これからどれだけ走るか分かりませんが、おそらくねラストの更新となると思うんですよね。だから最後の本当にね変身を遂げた、はい、もうフリーザじゃないですけど、そんなワンダーリーデルの激走がね見られるかもしれないなということで、かなり注目をしております。はい、で、2投目なんですけど、タイムフライヤーを、も注目しております。まあ、武蔵野ステークスで、ワンダーリーデルの2着となったタイムフライヤーなんですけど、まあ、ダート転向してね結果が出てませんでした。はい、ただ R レベル候補士の武蔵野ステークスで、まあ、ダートに入っ転向してから最高着順のね2着という、結果はまあ一つね、まあ、その実際に出した結果として評価できるなっていうふうには思います。で、まあ、1600m がベストかどうかってまだ全然わからないぐらいのキャリアなんですけど、ダートでは。まあ、あれだけね、対応できましたんで、まあ、十分に今回も対応できる可能性は感じます。はい。で、調教ですね、ポリトラックの動き、調教、すごくね、良かったです。はい。内容も良かったです、タイムも良かったんですけど、武蔵野ステークスの時よりも、レースの流れに乗って最後伸びるような、武蔵野ステークスの時は本当にレースの流れに乗ってね、うまく乗ったんですけど、あの競馬のもう一個ね、上のレベルの発展系をするような、そういう競馬をすることを前提にして調教で、動かしていたなっていうような意思というか、はい、目的が見えたっていうのが非常に好印象でした。で、モズ・アスコットが、まあ、芝ダート G1 制覇のチャンスっていうふうに、まあ、かなり話題になっているんですけど、まあ、タイムフライヤーも、まあ、ホープフルステークス、はい、忘れてる方もね、多いかもしれませんが、勝ってますし、うん。実はこの馬も芝ダート2冠がかかっています。はい、まあ、2冠って最近ちょっとプロレス界でもブームだったりするんで、まあ、まあこの話はまた別でしますけど、若い頃のねこの馬の競馬を思い出せば本当にポテンシャルは秘めている馬だと思いますし、まあ、ダート転向後に一番気持ちよくいい走りができた舞台で調教で対策も練ってきている、はい、流れに乗る、で最後、まあ、伸ばすっていうような競馬をしようとしているっていうのを対策を練ってきていると思うので、まあ、本当にこの馬もね魅力十分の一頭だと思います。で、ラスト3頭目が、のんこの夢ですね。まあ、2016年のフェブラリーでもそうですね、さっき馬券画面に出しましたけど、あの時もちょっとね2着になってくれてお世話になった馬ではあるんですけど、まあ、2018年の覇者でもあります。はい、今ね、大井の方でね、活躍しているっていうことで、まあ、ピークが過ぎたと、まあ、言われがちだったね、まあ、去年のチャンピオンズカップだったり、フェブラリー、まあ、ドバイの結果だったんですけど、まあ、相手のレベルを考えれば、全然凡走してもね、疑問はない。その G1 で凡走するなんて、まあ、当然というか、どの馬にもあり得る。それだけもトップのね、レースなんですから。っていうこともありますし、まあ、去年のフェブラリーステークスに関しては、まあ、出遅れました。その上に位置取りを結構外からね、どんどん上げていって、ずっと外回して、かなりロスが多かった。はい。まあ、何メートル走った、何メートルね、マイナスがあったかっていうぐらい、ロスが大きかったなと思います。うん。その後にでも多いでね、完全にまあ、復調してきたっていうところもありますし、なんかね、まだまだ終わってない、この夢を追い続けている馬だなと、僕は思うんですけど、このノンコの夢に関しては、
まあ、当然2年前の、覇者王者でもありますし、2016年2着で、2015年のセーゲルステークスで勝っているということで、この馬も一応 R レベル候補し、うちをというか R レベル候補しで東京ダート 1600m で好走して2勝している馬です。なので、まあ、実績的には当然問題はないという判断をしています。はい。で、まあ、去年に関してはインティーに喧嘩を売りたくないっていうなんか思いがね、他の騎手から見えるフェブラリーステークスだったじゃないですか。うん。もうなんかインティーが、まあ、バテてくれるの待とうかな、みたいななんか空気がふわーっとなんか出てる。今レースを見直しても僕はそんな印象なんですよ。うん。で、まあ、今年に関してはインティーがやや不調というか、ちょっとあの時より下降戦、まあ、結果的に見て下降戦になっている中、ただ強烈なね、まあ、同型の馬がいないっていうところもある状態なので、インティーの復活に関しても舞台はね、なんか整っている印象なんですよ。はい。ただ、インティーがその成績的に下降戦になっている、まあ、能力が落ちているかどうかはわかりませんが、下降戦になっているっていうところで考えると、こういう舞台、こういうメンバーではありますが、ある程度マークが厳しくなって、思ったよりレースが流れるっていうことも、まあ、ジョッキーの心理的な部分からも予想できるんじゃないのかなと。うん。そういうパターンもあり得るんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。なので、まあ、ノンコの夢に理想的な流れがね、ちょっと、いい感じに流れていけば、うん。このまままだまだポテンシャル秘めてます。十分チャンスはあるんじゃないかなと思います。はい、まあそんなわけでですね、まあ人気が、まあインティとモザースコットがまあ集中して、はい。で、まあそこから、まあなんとか続いてっていう感じになると思うんで、まあ馬券的にはね、今言ったメンバーなら狙いたい放題、はい、買いたい放題っていう感じなので、まず単勝ですね。単勝、まあ絶対毎週買ってるんですけど、まあワンダーリーデル、タイムフライヤー、ノンコの夢で、配分的にまあ全体を10としたらワンダーリーデルに5、タイムフライヤーとノンコの夢に 2.5、2.5 ぐらいの分、配分で単勝はね、買っておきたいなと思っています。で、まあ、この3頭の馬連と、まあ、ワイドのボックス。まあ、ワイドも十分つくと思うので、ワイドボックスも入れておきます。で、馬単はこの3頭頭にして、相手はこの3頭プラス、インティと、モザースコットも入れます。3連単に関しても、まあ、そのままね、3等5等5等でちょっと買っときたいなと思います。はい、そんなにいっぱい買わないですけど、はい、これはまあ、当たればボーナス的な感じですね。まあ、あくまでも僕はもう単勝当たって、他はね、まあ、ボーナス的に考えていたりする買い方をすることが多いので、まあ、そういう感じでいきます。はい。あとは、やっぱモザースコットがね、もうあまりにも、勝ち馬に該当しているというか、もう勝つ資格っていうところでいったら一番あるなっていうところですので、まあ、モザースコットの頭の3連単ですね。で、相手の2着にワンダーリーデル、タイムフライヤー、ノンコの夢を入れとけば、まあ、配当つくでしょうし、で、3着にインティ出したね、3連単っていう形で買っておこうかなと思います。まあ、抑えで、まあ、1.500 円ぐらいかもしれないですけど、まあ、そんな感じで、まあ、オッズ次第ですが、はい、まあ、ちょっと抑えでね、うん、抑えというか、なんか逃げというかね、そんな感じになっちゃいますけど、まあ、それもちょっと、買っておこうかなと。思っております。はい、まあそんなわけでですね、今週に関しては、フェブラリーステークスだけに、まあ動画の方はちょっと全力投球ということでさせていただこうかなと思います。まあ重賞いっぱいあるんで、ね、ちょっと全部アップしてる時間がね、今週までなかったです。はい。ちょっと僕がね、ずっと運営している、いくつかの会員コンテンツのシステムを、まあ一元化してですね、一つのシステムの中で運用できるっていうような、切り替えを今してました。今週はずっと、はい。4ヶ月ぐらいかかりましたからね。結局トータルで、はい、設計から。はい。で、それがあったので、ちょっとなかなかね、できなかったんですけど、やっと時間ができたので、はい、もう来週動画アップ、まあ、いろいろできますし、ロケね、行ってきたやつも、そろそろ編集作業に入れますし、まあ、ちょっと遊びに行ったり、飲みに行ったりもできるかなっていうようなね、状況にね、ようやくなりましたね。はい、ちょっとトレーニングとかも全然できてないんで、ちょっと体もなまってきてるんで、うん。その辺もしたいなと思うんですけど、まあ冒頭に言ったみたいにね、ちょっとコロナさんがね、ちょっと怖いんで、まあでも電車とか見てもね、ちょっと昨日はマスクしてる人がかなり少なかったので、ちょっと不安にはなってきたんですけどね、患者さんが増えてきてるのにマスクしてる人が減ってる。いや、要するにマスクが手に入らないからかな、なのかなとは思うんですけど、うん、まあ僕もちょっとね、マスクだいぶ底をつきかけてきているのでですね、本当にもし名古屋のどっかでマスクなんか大量に売ってたよなんていうことがありましたら、ぜひメールで教えてもらえれば、はい、すぐ買いに行きたいと思っております。ということで、まあ今週ね、フェブラリーステークスがあるということで、まあとりあえず、G1、うん、まあ競馬ファンの楽しみですから、バシッと楽しんで、で、僕的にはちょっとドーンとね、いい配当をこれで当てたいなと思っております。ということで、竹内でした。さよなら。
フェブラリー6当たると思います？思わない。いや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 、当てますよ。